このスカイラインにご注目。律儀に方向指示記載ています。停車しました。すると青投げですか。しかもこのおまわりさん、なんと既存の刑事です。ついに言われ子と立ち容疑で現行犯逮捕さん。止められた理由はでした。うんこ漏れそうだったんです。関係ないね。あぶねかかよ。免許証見られました。指紋取られました。身長、足のサイズ、車両名義聞かれました。任意には全て応じたので今回は注意で済みました。それはさておき、ここは日中になるとうんこ漏れる。アルプスでうんこ。あぶね。信号無視のチャリです。車両整備を忘れずに。スカイライン。